皆さんこんにちは本日は小屋城をご紹介します小屋城は現在の千葉県四街道市にあります昔の下宇佐の国ですアクセスとしては JR 物井駅から徒歩15分ほどです駐車場はありませんでした現在の小屋城は公園になっており遺構もよく残っています一目で白とわかる遺構があるにもかかわらず築城主など 歴史が不明な点が多いです説明板など整備も充実しており私が行った時は綺麗に掃除されている様子で地元の方に守られているように感じました白月としてありがたいです小屋城の歴史については現地の四日井道士教育委員会が作成した説明板や概要欄に記した四日井道士の公式ページを参照しております 小屋城は築城主や具体的な時期などは不明です。15世紀から16世紀に築城されたとされています。鹿島川を北東に臨み、周囲をその支流や谷、湿地帯に囲まれる大地城という天然の溶害に作られています。方形の四角部を土類や空堀がめぐり、周囲には障子掘り、複数の車、腰車を置く構造になっています。 現在は、主覚だけではなく土類や空掘りもよく残されています。小屋城の周囲は宅地開発されているものの、腰車と見られるものも公園の中にあり、見学することができました。小屋城の周囲の状態を鑑みると、有力土豪か国衆が居城し、有事の際は、領民の避難所として機能していたと考えられています。残念ながら、小屋城の東側と南側にあった出城は、 現在消滅しているようですしかしながら小屋城だけでも残されていいるのはありがたいです小屋城も含め中世の物井村一帯に築かれた城塞総称物井城は元桜城を中心とする千葉市本家の千葉之助範胤勝胤のご一家勝胤の弟である小名言の子物井馬之助が戦国時代初期に城主であったとされています。 戦国時代中期には千葉県の執権職で小田原北条氏の国衆であったおゆみ・うすい原氏の治める地域になったと考えられています。昭和50年、当時は畑だった小屋城の四角中心部から吉高つなぎチラシ総角基中橋が発見されています。こちらは四つ海道市の文化財に指定されています。その後、昭和52年に鏡が出土した周辺を調査すると 古井戸が発見されました。この四角の古井戸跡も白磁の井戸として市指定文化財になっています。この井戸の中の副土を除去した時、そこから白磁湾の破片などが発見されています。説明板が2つありますのでご参照ください。井戸の発掘物について詳細な説明があります。概要欄に記した四日井道市のホームページには 発掘調査について写真も添えて記載があります。小屋城は近年、公園として整備され、かつ地元の方に守られていることもあり、綺麗で歩きやすい城です。しかし、周囲は住宅地となっていますので、現地の説明板や四日井道市のホームページに記載されている注意点をご確認いただいた上で、巡っていただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。